歩きながら記憶が蘇ってくる感じ。ちゃんと生きようって思います。横子がお腹いすぎになります。鈴原由子さん来てくださいから。ダメなところ全部カットするし。鈴原由子のただいま茨城特別編ということで、今日はですね、茨城県水戸市の水戸第二高等学校に来ております。実は私の母校なんですけれども、卒業してから来るのは記憶の中では初でございます。コーラス部が有名なんですけれども、今日はちょうどコーラス部の今練習中の時間なので、そこにですね突撃したいと思っております。私二高に来るのが本当に卒業以来なんですけれども、この校舎、あのベランダの上からですね、卒業式の日にお父さんお母さんって言ってたのをここに来た瞬間すっごい思い出しました。もう120周年迎えた学校なので、でこの二高の高い壁なんですけど、実は途中で新しくなりました。ただ水戸の空襲があった時のその壁をですね残したいっていう話があって、一部をですね埋め込んで、その歴史的な、壁をいつまでも残していこうというのが外周にあるんですね。もし水戸日光のそばを通った方はぜひチェックしてみてください。ということで、早速水戸日光のコーラス部に潜入していきたいと思います。行ってみましょう。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私水戸日光コーラス部の顧問の三宅と申します。本日はとても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今生徒さん練習中です。練習中です。誰も何も分かってないので。ちょっとドキドキです。私もドキドキしますが、じゃあ早速行きたいんですが、よろしいですか。よろしくお願いいたします。やっぱりでもこうやって歩いてると、なんか歩きながら記憶が蘇ってくる感じです。そうなんですね。すごい、はい、これも学生の作品。はい、そうです、学生が。すごい。なんか私が高校の時も普通科の高校じゃないですか、なのに芸大とか美大音大行く人が多くて、その年だけ芸術クラスっていうかできるぐらい多かったんですよね。普通科じゃないですよね。私ていうか、ここからどうやって音楽室行くのか私は全然分からない。音楽室にこのまま行くと音楽室に、の建物に。音楽室変わってないですよ。音楽室全く変わってない。レトロな。レトロです。今までそんな近代的だったんですけど、はい、ここからはなんかいい感じの急にレトロな、はい、前とレトロな感じで。ここからレトロなって、こちらなんですけど、はい、すごい。そうなんですよ。なざはなさん、こうやって書いてある、はい、みんないる、はい。君たちは男子じゃないか。こちらは常設で、もうずっと毎日こちらにあります。ちゃんと生きようって思います。理工生いつも見て拝んでます。で、これとかも、ありがとうございます。すごい。で、こちらが、じゃあ、私は、あ、八山先生いらっしゃいますか。はい、こんにちは。ようこそ。いつもありがとう。お伝えをありがとうございました。大ファンの子がいて、卒業生が、はい、それで彼女がこういうのを寄贈してめっちゃ寄贈した大さんいるんですけど、寄贈してくださって、CD とかいうのをほとんど揃いで寄贈してくださっていて、とりあえずこうね、あるんです、鈴原さん。ありがとうありがとうございます。みんなで応援してますので。ちょっと私携帯で写真撮ってもいいですか。一番奥が練習室なんです。そうですね、練習室も個別の個別が6個そのまんまです。時々、借りて練習してました。そうですよね、今もやっぱり生徒たちが、はい、
ろんなところがね、はい、でここが音楽室になります。はい、ごちそうさまでした。皆さんこんにちは。それでは本日のお客様を紹介したいと思います。実は卒業生であられる鈴原優子さんが来てくださっております。はじめまして、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、数年前までやっていた3年間パーソナリティを務めていたバキラ TV の番組があるんですが、それのただいま茨城スペシャル編ということで、今日は自分の母校の水戸二高のコーラス部の皆さんに突撃で会いに来ようという企画でやってまいりました。よろしくお願いします。あ、今もちゃんと学年別に色が違うんですね。赤と青と緑ですか。そうですね。あ、私は赤ジャーでした。せっかく来たので、あのこの機会に唐突なんですが、何でも答えられることは答えるので、よかったら質問をいただければと思うんですが、しばしあの時間はあるので。みんなびっくりしたでしょ。先生も本当にどうしようどうしよう。なんかあのダメなところ全部カットするし、聞いてもらっても。はい、どうぞ。和楽器バンドを組もうと思ったのは2011年、震災の年なんですけど、でも毎年受けてた詩吟のコンクールをやっぱ今年も受けようと思って受けたら、その年にちょうど日本一が取れたんですね。2011年の終わりにね、あの詩吟知ってる友達とかもあんまりいなくて、でもそりゃそうだよな、でもかっこいいところあるんだけどなっていう思いがあって、日本一が取れたならばそのままその和の世界だけにとどまって、伝えるより、逆にその日本一だからこそこれを広げるって活動にしていきたいなっていう思いもあったのと、人気があるボーカロイドのカバーをあの超絶技巧で演奏しながら、詩吟の歌い方も織り交ぜて、で私は踊りもちっちゃい子からやってたので、踊りもロックと掛け合わせて全部あのパフォーマンスにして動画に投稿してみようっていうのが和楽器バンドの始まりですね。でそれがたくさんの人に見てもらえたのが多分メジャーデビューになっていくきっかけでした。長くなっちゃった。長くなったね。何何。はい、詩吟、はい、を少し聞かせていただきたいです。 OK です。じゃあ講道館ってすぐそこにあるじゃないですかの、徳川斉昭公が作った詩で、講道館に梅花を称すっていう詩があって、起承転結の絶句なんですけど、それちょっとだけやってみます。行動感中千字の
なんかすごく優雅に踊られてて、これマイセンスって言って青郷センスと違うんですけど、で普通よりちょっと大きくてここに重りが入ってて、なのですごく回しやすくて操作しやすくなってるんですね。でこのしなやかな手の動きとかそういう品があるものがすごく憧れたんですよね。それでお扇子とかを使って踊りをやれるようになりたいなっていう思いが生まれました。めっちゃニコニコ。なんかじゃあ一緒に、私ピアノ弾くのでなんかやってみますかね。よかったら。じゃあお願いします。久しぶりにコーラス部の感じを浴びました。すごい美しい声でありがとうございます。ゆっくりがいいですよね。すいません、私も結構高校生ぐらいの方々と話す機会がそんなに多くないのでとっても楽しみで、聞きたいことをまとめきれないままに来たんですが、私も仲間に入れるぐらいな感じで楽しいっていうキャーっていう雰囲気がまた独特で、すごく私は当時思い出して和みました。本当に癒しの時間をありがとうございました。
か今みんなコロナで大変だよね。学生って3年間しかなくてマスクしながらしか歌えないとか、なんかいろんな旅行とか行けないとか、いろんな縛りがあって学生の3年間がそっときしかないのにコロナの時代に重なっちゃってすごく気の毒だなって思ったりもするんですけど、なんか逆にそこでしか生まれないことってきっとあると思うので、そういう時もあったねってすっごい長く見るときっとほんの一部になると思うので、私もその長い人生のその年がコロナだったっていう、それがあったかなかったで多分いろいろ変わることもあると思うんですけど、すごい今の若い世代のみんな見てると発想力とかエネルギーが本当になんかすごいって思うことがたくさんあるので、なんかすごく若い世代の皆さんに期待しまくってるのでよろしくお願いします、今後の未来をって感じで頑張ってください。ありがとうございます。